さあトライスベアーズリターン入ります。このリターンはベアーズ陣35ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。さあ反撃のシリーズが始まります。クラブベアーズ自陣35ヤードからファーストダウン10。さあクォーターバックは16番の杉谷に変わりました。まず中央へのランプレー、両者相乱れ非常に白熱した戦いになっております。キャリア28番、セカンドエフォートで約6ヤードのゲインとしています。ここで負傷者が発生してのレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。クラブベアーズ自陣41ヤードからセカンドダウン4。パス成功、パス成功、ファースター。クォーターバック16番タイトエンド85番にパスを通しまして攻撃権更新、ファーストダウン。パスを通しましたクォーターバック16番は杉谷、エイジ51の51歳の大阪体育大学出身、取りました85番は西江、大阪教育大学出身のエイジ50歳、100オーバープレイヤーがここで活躍しています。ナイスファースト。ここでランニングバック28番、ハンドオフを受けて大きく開いた右を2クロ独走、一気に中央を突破し攻撃権更新としました。クラブベアーズファースト。ランニングバック28番は西村、大阪学院大学出身。さあ相手陣32ヤードの地点に入りましてのクラブベアーズファーストダウン10。パス成功、クォーターバック16番、タイトエンド85番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。100オーバーペア、ここでも非常に素晴らしい活躍を見せています。ともにかつてはジェイスターズで名を馳せたスーパープレイヤーでした。クラブベアーズ相手陣27ヤードからセカンドダウン4。中央へのランプレーですが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、
ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードのバッタイ。これによりまして攻撃権更新となります。クラブベアーズファースター。さあクラブベアーズ相手陣に入りましてのファーストダウンテまだ走ります。ナイスラン。何枠45番ハンドオフを託され中央突破。相手タックルを受け、しかしそこからセカンドへフォートでさらに前進し攻撃権更新。ファーストダウン。見事なランを決めましたのはランニングバック45番の川端、東北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣9ヤードの地点に入りましてファーストダウン2ゴール。エンドゾーンまで残り9ヤード。パス不成功。クォーターバック16番、ここで45番へのパスを投じましたが、しかしこれはパス不成功となっています。次の攻撃はクラブベアーズセカンドダウンと変わります。クラブベアーズ相手陣9ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあ中央へのランプレー。キャリア45番、託され、さらにオフェンスライン72番のフォローもありましてセカンドへフォートで約5ヤードのゲインとしています。キャリア45番が川端、そしてそれをヘルプしましたオフェンスラインマン72番は日南、摂南大学出身。こちらもエイジ41、41歳のプレイヤーです。クラブベアーズサードアンドゴール残り5ヤード。ここでクォーターバック16番自らキープレー、右オフタックルをつきエンドゾーンを目指しました。しかしゲイン3ヤードとなり残り2ヤードのところで止まっています。ランプレーをしましたのはクォーターバック16番の杉谷、エイジ51、51歳のクォーターバックです。かつて日本屈指のアスリートクォーターバックと言われた杉谷、その片鱗を見せました。そしてクラブヤーズフォースダウンでフィールドゴールトライ。キッカーは21番のユキタ。キック不成功。ユキタこのフィールドゴール決めれませんでした。クラブヤーズ無得点で攻守交代になります。クラブベアーズクォーターバック杉谷の猛攻によりまして窮地に追い込まれたトライスターズでしたが、このキューバは何とかしのぐことができ反撃の攻撃を得ます。ボールオン自陣20ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これはクラブベアーズ陣ディフェンスラインマン92番、77番、54番が素晴らしいプレッシャーをかけまして、このランプレー1ヤードロスとしています。54番は藤本、
大阪学院大学出身、77番はコルドン・ラニアン、ケンブリッジ大学出身の元大相撲経験のある相撲レスラーです。クラブベア失礼しました、トライサーズセカンドダウン11。ここでトライサーズオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックがに託してオープンを展開するかのオプションプレーを展開しました。ピッチを受けました21番、右オープンを展開しましてディフェンスをまくりながら約2ヤードのゲインとしています。トライサーズサードダウン9、ボールオンは自陣21ヤード。パス不成功。ここでトライサーズはパス攻撃に転じましたが、ターゲット86番、カバー厚くパスを取ることができませんでした。パス不成功によりフォースダウンに変わります。ターゲットは88番でした。松本、立命館大学出身。トライサーズフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。さあベアーズリターン入ります。このリターンハーフウェイ付近で外で出されました。この位置での攻守交代となります。クラブベアーズ相手陣48ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック16番、ワイドレシーバー6枚のパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。さあ試合再開です。クラブベアーズ相手陣48ヤードからセカンドダウン10。さあ中央へドランプレー、キャリア28番、約4ヤードのゲインとしています。クラブウェアーズ相手陣44ヤードからサードダウン6。クラブウェアーズファースターランニングバック45番、すれ違うように右オフタクルを突き攻撃権更新のランを決めました。クラブベアーズファースダウン。キャリア45番は川端、北大津高校出身。
クラブベアーズ相手陣36ヤードからファーストダウン10。失礼しました。クォーターバックを見失いました。先ほどのランプレーどうもありましたが、クォーターバック16番見事なフェイクで左オープンへのブーツレック、タックルを受けながら約8ヤードのゲインをしています。クォーターバック16番は杉谷、エイジ51の文字通りレジェンドクォーターバックが素晴らしいプレーを見せました。クラブベアーズセカンドダウン2、クラブベアーズファースター、ここでランニングバックにクイックトスをしまして左オープンへのランプレー、キャリア28番、見事にその期待に応え攻撃権更新、ファーストダウンとしました。クラブベアーズ相手陣20ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、キャリア45番、ハンドオフを受けて中央突破、約5ヤードのゲインとしています。キャリア45番は川端、ここでホイッスル。さあ試合再開となります。クラブベアーズセカンドダウン5、ボールオン相手陣15ヤード。クラブベアーズファースター、ワイドレシーバー6番、ジェットモーションからハンドオフを受け、ジェットモーションスイープ、勢いに乗って右オープン駆け上がり、攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、クラブベアーズ相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ中央へのプレー、キャリアは45番、しかしこれはトライサーズディフェンス集まりよくノーゲイン、セカンダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。
第3クォーター終わりまして、トライサーズ12点、クラブウェアーズ8点で、トライサーズ4点リードで最終クォーター第4クォーターに移ります。